思って。風は相当強いですけど、自分の声がどのように入っているのか、風防がどの程度、手作りジャマはどの程度効いているのか、それのテストです。これからは対決するのに、この先で検温と手の消毒をよろしくな。いや、ここですよ。歯を抜いたばかりなんで、口がもごもごしてますけれども、どのように人の声が入るのかというところの実験ですね。今までずっと後ろで喋ってたんですけど、今このマイクを後ろ向きにできないっていうのがね、簡単にはね、それがちょっと問題ですね。